はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化青銅高校、今回は投手で変化球理論やっていきたいと思います。虫歯虫歯か、まあいいや、やっていこう。でデッキの方はまあ変化球理論の方が組みやすい感じかな。上が、前イベ、下が後イベになってます。まあ、全員変化球を持っているのと、あとは技術ボーナス持ちとして、神楽坂くん、まとも、なるみがいるので、あと虹谷か、技術はね結構いけると思う。であと精神がねどうしても、また例によって足んなくなってくると思いますので、帽子なし山口を入れてます。まあ、ちょっとこれでどこまでいけるかやってみましょう。で変化球の練習だけ見てどうしようかな。まあ一回やろう。これは筋力関係ないからね。評価も2人上げられるし。さてじゃあコツがあるわけではないので、ここで通院で直しちゃいましょう。よし、治った。グッサンもね45にしたいんだよね、試合経験点つくんで。まあそんなこんなで変化球レベルを上げていきながら、また精神をどう稼いでいくかですね。まあ、アーサーがねスタミナがあるんで、スタミナでね精神を稼ぐっていうのもありだとは思うんですけど、ここはここ、まあ、精神練習はできるときにやっておきましょう。まあ、寝るっていうのはやっぱりもったいないんでね、体力を少し高めに保ちつつ練習をこなしていく。野球のセンスいいよ、一番上で調子安定で、コツいいね、メンタルに来てる。アーサーか、ここ3人の評価上げられて50、60手に入るんだ。すごいな、誰もタッグがいるわけじゃないのに経験点60手に入るよ。ちょっとでもこっち、アーサー経験点くれれば一気に持っていけるからねと思ったけど、まあ伸びだったら全然いいでしょう。であれか、敏捷か、この編成って、あ、そうか、山口のイベントで敏捷が手に入るっちゃ入るんだけど、一回やっとこう。グッサンとね、二次体の評価上げられるんで、でモテモテはもうマジで必要ないんで、ちょっと体力を減らしたくない。よし、ムート丸で、これはどっちがいいかね、下にしよう。怪我しにくさ、あれ怪我しにくさだっけ、あれを伸ばしたかったんだけどな。体力最大値上だったっけ。一応使えるようにはなったけど、神楽坂くんか、いねえな、グッサンだけか、ちょっとやっとくか。チームメイト評価上がるからね。お、ここは回復しておきましょう。かなりありがたいな、ここでの夕食は。友沢とかもう大丈夫そうだよね。あ、これこれこれ、ちょっと帽子で対抗しておきましょう。敏捷27、これでもう敏捷は大丈夫でしょ。神楽坂くんまだ乗ってない、グッサンもちなみに乗ってないっちゃ乗ってない。神楽坂くんはリリースと勝ち運、コツはやっぱり欲しいからね、評価上げの意味も込めて。グッサンはだってまだ3あるから大丈夫。よし、たくさんで記録も作っていきます。所詮妄想で終わるからね。でグッサンか、タイピン勝ち運は掴んである。ちょっと 10% 超えてるんだよね。もう一回実質に行くか。これでチームメイト評価上げて
変化球にして、でここも回復しつつ打たれ強さ掴んで、力が入りすぎてて怪我しにくさ、さっき掴んだから怪我しにくさを重ねる。でワンタックではあるけど、もうグッズさんがいなくなるんで、これやっちゃおう。今回は変化6枚積んでるからね。でこれ誰がいいの、丹波さんにしとく。キレとかくれんだっけ、根性。まあいいや、まとものコツになるから。で食堂に鳴海がいるか、ちょっと回復しつついきますか。コツコツとかな、前回はめられたからな。あ、忖度、これは上にしとこう。そしてアーサーアーサー前回しくってるからね。3タックいいね。グッサン絡んでるから精神ももらえつつ技術ももらえつつ、スカウトさんもっていう感じか。4とか重なってほしいよね、やっぱり。そうするとまあいいや、やろう。特に何にもなしで3タック重なったのはでかいな。うまくいけばスカウトさんからもポイントがもらえる。でこれだよね、仕方がない。それはおかしい。でワンタックか、だったらコツ。でもまともはポーカーフェイスだから、室内練習場ちょっとクイック。でここはしかも変化にしないといけないからね。で何人いる、コツがあるね。3人か、いいね。神楽坂くん、まともどっちが来るかは分からないけど、敏捷ポイント的にポーカーフェイスを潰しておくっていうのは、あ、ポーカーフェイス、そうか、アーサーで取ったんだ。いいな、この組み合わせ。アーサーの忖度でポーカーフェイス潰せれば、まとものコツを気にする必要がなくなるのか。なるほどなるほど、今更だけど。じゃあちょっとこれいきましょう。ほい、打たれ強さ、打たれ強さこれで5になった。そうか、俺はピッチャーか。よくよく考えればリリーフ、変化球覚えとこう。じゃあスライダーやってカーブにしよう。4だな。アーサーがいるからね、どうしても多分スタミナが上がっていくとは思うんで。3球種だね、先発やるんだったらやっぱ3球種は欲しい。で中継ぎ抑えだったら77でもいいと思うんだけど。よし、俺が登場して何にも操作しないで終わってくれているのであれば一番おいしい。 OK、 お、これは一緒に食べよう。さすが神楽坂くん、ありがとうございます。スタミナワンタックだからこっち。いいね、アーサーの経験点はねマジででかい。そして本当にありがたいな、ダブル。やっぱまともと鳴海が重なると技術すげえな。ダブルタックだったら普通にやってっていいでしょ。でワンタックはちょっと体力的な関係で微妙だから、室内練習場コツをもらっておこう。バント封じ、潰しとくべきだったな。これはちょっとしくじったね。励ましてあげますか。これは体力最大値が上がるのか。
クリスマスパーティー、ゲー3か。実はこれ持ってんだよね。でも3で使うかって言われたら、でも3はなコントロール上げとこう。40まで、待って待って、2時台にいるからまだ置いとこう。え、3で投入すべき。カロリーバーじゃないから1回しか使わないんだよね。ちょっと精神量見よう。今誰だっけ突っ込んでんの。なるみか。神楽坂くん食堂で回復できるんだよな。で変化、これで今んとこ2人突っ込んであるから、ストレート磨いて、でここは初詣で体力をマックスにしよう。一回もう3タックをスルーしてるから、ここで3がいるんだけどね。ただ鳴海がもう1体いけるから、確実に3、確実に3人グッサン入れて、あ、これ正当魂たまるね。グッサン入れて精神を稼ぐで変化、オッケー。でこの間に斜めどこ来てくれれば、あー、ちょうど3か。ここで鳴海がいなくなるんだよね。鳴海がいなくなるってことは誰か調達しとく、まともを調達しとく。まともってどうなってんだっけ。そうだよね、ちょっと鳴海はもったいないけど、まともを調達して4タックやりたいのよ。来い、飽きた、よし、もう呼んでいきましょう。これは変化球でもあぶれないけど、一応ちょっとこなしとこう。さすがに聖堂魂が効いてるんで、もう一回は最低でも練習したいよな。体力は減ったけど、何人？2人か、2人か。どうしようかな。13%、なるみをちょっとここにつなぎ止めておいて、で最後に練習しましょう。ちょっとやる気下がっちゃってるけど、誰か来てくれ。誰も来ない、誰もこ、こっちすごくねえ、ちょっとどうしようかな。筋力少し足りてないからこっちにしようか。グッサンがコツをくれるしね。よし、タイピン。悲しすぎる。なぜバレンタインに縁がないんだ俺は。よし、やる、キャップ、オッケー。ズキにはならなかったな。でちょっとこれさすがに、さすがに意外だな。あ、やった。で988、結構やべえな。ビーム投げちゃおう。じゃあフォークも取っちゃおうか。でダブルかやろう。よし、ダッツさん、ダッツさん結構重いからね。これさ勝てないんだけど、沢村に毎回毎回ダブル。だここはそうだね、食堂で回復しながら人を貯めていこう。変化、よし、ど根性はかなりつかみましたと。まだまだで何人？3人か。もう3人だったら投入しちゃっていい気がするんだよね。アーサーのコツもあるし、やろう。おきれい、オッケー、いいね。でまたちょっと回復しつつ貯めていきますか。アーサーのワンタックなんで
食堂にして体力を回復しつつ、アーサーの変化で少し休んで、なぜか体力減るんだけど、技術だな。意外にスタミナたまんないね。で脅威の切れ味はじゃあ取っちゃいましょう。変幻自在がね、やっぱりコツがないからな。ど根性もな、もう一個コツ欲しいんだよね。脱炭はもう取る。バント封じも取っちゃおう。であとは低め、これ直撮りしよう。さて3人いたらやる、やろう。変化は悪くないね。型理論はちょっと失敗した感があるけど、変化理論は悪くない悪くない。でみゆきの評価どうでもいい。でワンタックとはいえ、とはいえどうすっかな。ちょっと精神量見て、虹谷か食堂かやろう。で変化いけ、よーし、いいね、かなり成功してるな。で何人、1人、ちょっと1人はさすがにあれなんで、室内練習場にしてコツが欲しい。根性あたり、タイピンか、タイピン4潰そう。よし、当たり、当たりというか外れではない。先制ストライクもつかみました。と3人か、3人で手を打つかどうかだよね。もう一旦いけるんだよな、もう一旦いけるんだったら誰だ、なるみか、ちょっと待って分かんねえ。つまりなるみを調達してこよう。で例によってまた技術余るな、ちょっともったいねえな。虹谷が早く、球速は144までしか伸びないよね多分。変化球1人減らして守君とかでもよかったかな、バランス的な問題で。ちょっと欲求趣味いきますか。じゃあ進化、7色の変化球だな。でもう1人調達するんだけど、コツ的にタイピンはつかみます。で打たれ強さは5だから、今のところ放っておっても大丈夫。とにかくね、今欲しいのがね、緩急か根性なんだよね。でミスターゼロはもう骸骨とかないし、先制ストライクはね1で十分だから、そこら辺が来てくれると嬉しいんですけど、手応えで変化で、おいおい寄ってきてくれればいいけど、やるか、サボるなよ。正当魂貯めればさ、サボり癖消える。ちょうど誰もいねえから、ちょっとこれグラウンド行こう。で貯めよう、もうこれで溜まったっしょ。で変化にして、よし、サボり癖治った。で何人いる、1人はちょっとさすがにもったいない。室内練習場、あー体力的にちょっと食堂にしときたいな。食堂にしよう。グッサンをちょっと調達したかったんだけど、やっぱね精神があるんで。ここどうする、なんかピンちゃんすっげえめんどくせえな、任せよう。で進化、進化もすげえな見た目だけはすごい。まあ、変化球投手だからね、球速はそんなに伸ばさなくていいでしょう。 OK、 七色の変化球は打てなかったか、稲実といえども。打者33に奪三振、奪三振4か、あでも被安打5ってだいぶすごいね。何、3人か、
ね、残り3ターンだからちょっと3人で手を打とう。ここはほい、かくらざかくん、あとなんだ、玉持ちとかあったよねっけ、こっちか。あー筋力ね、筋力欲しいんだよな。どうすっかな、魂中だからな。ちょっとワンタックで、ワンタックで手を打ちますか。ちょ、筋力欲しいで、スタミナ1の、いえ、魂中はやっぱすごいね、かなり経験点伸びるわ。でもちょっとスタミナがやりたい。タイヤ君、タイヤ君初めの方に出てほしかった。虹谷、根骨を掴んでおきたいんだよな。キレだってもうやったでしょ。ちょっともう6月だからこれ飲んで、虹谷から根骨をせめて3掴もう。無理だ俺のドリンク返せ。また体力が下がった。で精神量、まともを調達しておくか。ほい、ここか。まあワンタックだしな。神楽坂くんのコツか、やっておこう。玉持ちくんねえな。で変化は2人、スタミナ意外にたまんなかった。であと2ターンだよね。そうだよね、あと2ターンということは鳴海調達するか。急速安定で、どうぞ。2人か、まともがいなくなるからな。技術だね。スタミナちょっと D にしとかないと投げきれない可能性がある。なるみのコツはちょっと微妙だからな。牽制、やる気は下がらないんだよね。まあいいや、聖堂だから打ってくれるでしょう。頼むよ。シラスとかいるんだよね、いないのかな、これあのデッキに入れてないと。ちょっとチームメイトを見てみよう。うちのまずキャッチャーはどう考えてもみゆきでしょう。みゆきって肩 B なんだ。ゾノはいるね。あんまり強くないね。ハルッチ。パワーいい。それはしょうがない。ハルッチさ、守備力低くねえか？嘘だろ、もっとあんだろ。C はあるでしょ、どう考えても。金丸。金丸はでもこんなもんかな、多分。シュシュシューはこんなもんか。まあ、平均的だね。倉持ちでも。C なんだ。へえ、まとも、いやまとも異常だよな。普通にまとも出るか。東条もな。でももうちょっとさ強くしてよくないか。しらすでもこれちょっとあとは知らん。なんか聖堂のメンバー思ってたより弱い。ちょっと、あ、みゆき、そういえばあれか、キャッチャー20丸持ってんだよね。だったらスタミナ D でもなんとかやっていけるかな。てかよく考えれば向こうさ薬師じゃん。これライチだけに気をつければいいかな。おぶね、走られるとこだった。くれた、あ、やった。こういう展開が一番いい。1回2回で終わらせる展開が一番楽。何にもない、何にもないから
食堂で回復してグッサンを呼ぶか。めっちゃ上がるな。で、あと2回やれば多分聖堂魂とかいけそうな気はするけど、ちょっと待って、マジガチなナイロの変化球にするか。じゃあシュート、ほい。変化球同士の勝負だ。ここもサクッといこう。スタミナ、スタミナ C 欲しかったな。あとど根性とかね、取らなきゃいけない関係上、精神は取れるだけ取っときたい。ちょ待てちょい待て、どういう展開だこれ。ゲッ、なんでみゆき下げられてんの、おかしくねえか。おいボス何考えてんの、もしや怪我したかみゆき。第2球投げました。これもしかし空振り、タイミング合いません。オッケー、空振り三振。てかさ、取ってくんないんだけど。おい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 、勝った、危ねえすげえ展開だな。アーサー、まあ、そりゃ変わるよね。いや、この優勝は現実的だったら嬉しいよね。1点取られたって言って1点取り返して、最後の15回で2点取ったってことはホームランだよね。誰かホームラン打ったんだ。ワンタックか。ちょっと量を見て虹谷をちょっと持ってくるか。あのコツが欲しいんだよね、コツが、開骨が欲しい。牽制潰しとこう。なんかここで牽制が来てもゲーってなるだけだからな。要所も、うわ要所60も使うの。急速安定は取っとこう。ミスターゼロもそうか、まあ一応取っとこう。先制ストライクだけちょっと取っとく。手応えももうもらっちゃう。敏捷よかったな、一回守備練やっといて。あとやっぱりグッサンで敏捷稼げるっていうのはかなりでかいね。こういうのがちょいちょい取れるから。でポーカーフェイスももう大丈夫でしょ、来ることはないんで。じゃあちょっと虹谷召喚します。ほい、投資会変化。虹谷の場合はコツが来てもいいっちゃいいんだけどね。ダブルか、やっとこ。ほい、あと変幻自在を取らないといけないんで。パチッととか嫌だな。点を取ってくん、意外に点を取ってくんないから、これにする。これにした途端なんか点取られそうだな。じゃあ変幻自在ちょっと取っちゃいますと。であとはど根性取れねえ、さっきミスターゼロ取ったからな。先手もちょっと先に取っちゃいます。精神練習か、グッサン絡んでない限りは精神練習でいいかもしれないですね。とシュート上げられる、上げられるね。おい、そうか、変化球レベルを上げるのにもそれなりに精神を使うのか。お待たせいたしました。誰、いいね、まとも。お前は本当にいいキャラだよ。最低でもガイアフライが欲しい局面です。第3球は強いね。まともになってから本当使いやすくなったよね。さすがミスターゼロ池上くん、結構強くないか。さすが聖堂だな。どうよ、これぞミスターゼロの力。まさにミスターゼロの名にふさわしい。でこっからはもうそうだね、やって、もう次はさすがに無理だから。精神練習をして精神をちょっと稼いでいきましょう。で技術はまあ確かにあるね。で金徳掴めねえ
でもまあ根性1でつかめたのだけでもかなりでかいかな。本当はスタミナがないからな。スタミナ伸びなかったから中継ぎ用の選手にしてもよかったね。じゃあシラス、ノーアウトランナー2塁という場面でシラスはアベレージヒッターか。開いていこう。投球はこれから3球目。ファウル、あぶね。惜しくも切れてファウル。インコース引っ張って、いいね。あ、速い。まずは1点先制。ハルッチもまあいけ。友沢だ、やっぱり。ランナーは2塁変わりません。刻むとスライダーは外れてボール。投げました、外角高め、シンカー外れてボール。第3球いけ。なんかちょっと詰まらされたんだけど。5番の池上っていうのも謎だよな。なんだこいつっていう。ミートエースのパワー C って。センター、菅原。初球打って出た、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。うわ、1点取られてる。追加点のチャンスを迎えました。そして俺は勝つだから。第2球打ちました、センター前のヒットになります。で1番誰、平林。あ、そっか、ここ矢部くんいないんだよね。アベレージヒッターじゃんこいつ。アベレージヒッター多くねえか。第2球てか、なんでキャッチャー平林なの。なんで、本当になんで、こいつそんな強いの。打撃は確かに強い、悪くない。アベレージヒッター持っててミート B パワー C っていうのはうなずけるけど、キャッチャー二重丸を捨ててるからな。いいね、木の音なんかいいね、新鮮な感じがする。第9投げた、ボール。第2球投げました、ボール。容赦はしないよ。第3球を投げました。お、完全に恐れをなしてるな。第4球を投げました。際どい球選んでフォアボール。ゼリーが引き紙をね。第9 SCA って。会心の当たり、見破った。二塁ランナーホームイン。セドさらに。セド強いな。投げました。よくわかんないキャラが強いな。金丸出てる。初球で蹴りをつけるか。何点入るのこれ。あ、東條も出てんじゃん。東條ってアベレージではないのか。ストレートはもう第2球投げた。東條ってピッチャー能力どうなってんだろう。あんのかな。こいつまだ投げてんの。もういいや、なんかめんどくさくなってきちゃった。計算点も取られてるし。危なかった。俺自責点いくつ。ミスターゼロの自責点5とか。ミスターゼロの名を返上しないとダメだなこれ。いや無理。あ、スタミナ上げたかったね最後に。ないからね、メンタルやろう。で最後にエピローグ経験点が手に入んないからね。技術か、やっぱり技術余りか。でですね、最後投げ切ろう。根性がなかったから点取られたんだよ、重い球。伸び1個取っとくか。2人ずつも1段階だけ取っとこう。アウトロー球威も精神を使わないから、逃げ球か。逃げ球も取っとこう。 OK。もうミスターゼロとか終わってんな。てかさ、一回も回ってこなかったんだけど。もういいよ別に、渚ちゃん連れてきてるわけじゃないから負けてもいいよ。いいだろ、甲子園準優勝で。どうしよっかな。まあミスターゼロがあるから先発にせざるを得ないよね。最後のエピローグ経験点ないっていうのが本当に痛い。9700か、まあ、経験点自体はね悪くない。まあアヘヘンはねやってて夢があるからね、やっぱり。
今回結局5タックは来てないよね。4タックは来た気がするけど、5タックは来てないんで。てかさ、もう1段階上げたかったな、シュート。じゃあなんか第2変化球、何が足りない、これ。あ、筋力が足りないのか。バランス的なことを考えると、もしかしたら変化1枚外して守君入れると能力的にはいい選手ができるかもしれないですね。で、変化球だってここまでいらないっしょ、普通に考えて。で、技術も余ってるし、変化球がまだ余ってるな。132って言ってももう取り尽くしたんだよね。変化球対抗心も精神使うからな。グッサンはやっぱり入れないとダメだね。グッサン入れなかったらほんと精神足んなかったわ。クイックとか、ちょっと対左を取っておきましょう。スタミナが足りないけど、そこは根性でなんとかしてもらうか。中継ぎ適正上げとく。中継ぎ適正の丸ってどうなの、なんかあんまりって気はするけど、まあ一応できるようにしとこう。うわ、余ってる、すげえ余ったわ、また経験点が。まあでもこれはね、アヘ編の宿命だからね、ちょっと変化球とあれが余っちゃうっていうのは。まあそんな感じで、まあ、査定的にはね、変化球結構ばらしたんでこんな感じですけれども、まあ、能力的なものを割と重視するんで俺は。まあ夢はありますね。聖堂のアヘ編は夢があるということで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。